目覚めてからの13日が世界の終わりの始まりだった。本気か？黙ってろ。どうにかなるもんで、みんな戦うとよ。足手まといだ。ここでみんなを守るんだ。もう無理っす。俺らがくたばっちまったら一人で全員救うんだ。もっと無理っすよ。だったら一緒にヒーローになろうぜ。敵は国軍政府、しかも恐怖のサイコムだ。何が恐怖よ。あたしらノラの敵じゃないよ。なんせこっちはヒーローだしな。安心しろ、バルスに追放なんてさせない。俺らがどうにかするから。俺たちも手伝うぞ。そうだ、このまま黙ってられるか。分かった、戦える奴は手を貸してくれ。こいつは置いてく、誰か持っててくれ。はい。いざって時はみんなを頼む。バーン。
者のご到着か。ああ、あの中だ。パルスのファルシか。セラ、セラだ。セラが助けてくれたんだ。ふざけるな。いいか、セラはお前のせいでルシの力だ。ファルシに呪われたんだ。ルシにされたんだよ。ルシの使命つうのは、ああしろこうしろって言葉ではっきり説明されるわけじゃねえんだ。使命がわからなければ果たしようもない。もう見たと思う。見た。この世界を守るのが俺たちの使命だ。大丈夫だ。敵が来たら俺がみんなを守る。誰も死なせない。この世界を守ってセラも守る。守れなかっただろうが。だから助けるんだ。今さら何ができる。何でもだ。